はい、皆さんこんにちは。前回のね、続きをやっていきたいと思います。お、やった。できたできた。木星っていうか金星だね。ここもできるんだよね、多分。そうだよね。鉱山ネットワークを建設するか。そうだね。うん。よし。これで、お金をさらにゲットできるから、もうちょっとお金ゲットしたいな。太陽。太陽いけんじゃないか。3だよね。うん。いいよ。これ今撮ってるんですよね。おー、ここに作ったんだ。どっち？これか。すごいね。なんかかっこいいね。ごっつい。お？サイブレックス。レサス3上の古代異星文明、遺跡があったのかな？回収したんだ。おー。まあ古代の、今は生きてるかわかんないけど、サイブレックスっていう文明だったんだね。60万年前に、この銀河のこの領域で活動していたようだと。今はいるのかな？なんか、過去に、いろいろ戦争があったみたい、サイブレックス。そうか、そんな歴史がこんなとこにあるんですね。採掘はここにしか作れないのかな？そういう感じだね。研究も、いやいや、そうじゃないな。これが足りないんだ。だからできないのか。まあ、次はじゃあ、イオやろうか。ね。イオをやった気がするんだけどな。まあ、いいや。ちょっと待てよ。なんだ？接触渓谷、遺跡。どうやらね、まあ我々の初期のね、調査船、ハッブルがいろいろ、このサレスのね、システムで発見をしてるようですね。うん、面白そう。さあ、作れるようになった。採掘しよう。カリストをやったのか。次はイオだじゃん。で、太陽やろうか。とにかくお金と。ああ、もう少ないよね。そうか、これの上にちょうど、この上に作ってるイメージなんかな、これはほら。今度はこの上に作るから、こんな感じなのかな。さあ、ガンガン作って。とにかく人を雇用しないと、このハッブル調査船はいいけど、ソジャーナが全然ダメですね。動けない。さあ、ハッブル見ていきましょうか。こんなのんびりやってていいのかな？まあでも2200年、まだ1年も経ってないからいいかな。お、コンプリートしましたな。さあ、ここすべてコンプリートして、まあ、ここも採掘がまあ、いろいろできるよっていう結論ですね。じゃあ、早速、ハッブルは優秀なんで、また行きましょう。メヒマが優秀なのかもしれないね。周辺やりたいから、こう、ガーってここやってもいいんだけど、どうしようか。ここやるか。よいしょ。周辺行きたいよね、周辺。そう。よいしょっと。これ1日に5収入があるってことなのかな？違うかな？多分1ヶ月だね。多分31日以降で、ほらね、1ヶ月で5なんだ。1ヶ月で15。1ヶ月で3の食料。そういうことだね。そうか。陣地は一つだとなんかやばい気がすんだよな。早々に隣接する惑星、特にこのレサスに自分の宇宙拠点をね、もう一つ作りたいですね。またね、宇宙拠点と、コロニー、入植は別みたいね。そこら辺の概念は別みたいですね。さあ。行った？ハッブルは今どこにいる？今こっち、中を移動してんのかな？さあ、コンストラクションはコンプリートしたよ、ということで、もう一個これを作るには、あと、なんだろうな、4ヶ月ぐらい経たないといけないかな？あと2ヶ月ぐらいかな？さあさあ、次のね、何か発展はないかな？見てみようか。作られた作られた、かっこいいね。じゃあちょっと、リオグランデは、ね、建設船リオグランデは、ちょっと太陽の方に移動しとこうか。サクッと次で。あ、もうできるじゃん。これでできんね。お？太陽はできないの？おお、もう存在するんだ。じゃあ。ああ、存在するね。そういうことか。そりゃそうだよね。最初から存在しなかったら、この鉢はどっから来てるんですかってなっちゃうもんね。そっか。もう、じゃあ、採掘は、できないのかな？そうかもしれないね。ねえ。うん。ここ存在しないって。どうしようか。研究ステーション作ろうか。先駆者サイブレックス、いつの間にか。サイブレックスの何？異物を回収する。どこにあるんだろうね。サイブレックスの異物なんか。どうしようか。さあ、これをこっちに持ってくることできる？国境内じゃないからできないな。やっぱりそうすると、今度は、観測拠点って何なんだろうね。原始的文明の社会を研究する施設で、惑星の軌道上に建設できる。うん。どんな意味があるの？お！ここに研究施設を置けるよ。でもちょっと待って。月の維持費が1もかかるよ。ちょっとやめよう。やめよう。ね。ひたすらお金とこれをまだ貯めよう。そうか、そうか。お金はそういうことで大切なんだね。うん。さあ、ハッブルどう？うわ、こっちはなんか、毒々しい色の惑星だね。星系っていうの？リラム。リラムはどんな感じ？うわぁ、すごいね。リラム。あともう少しだね。3月過ぎれば人が雇えるんで、宇宙船をもうちょっと活用できるかな？うん。それか、陣地を拡大していこうか。早々に。どうかな。これやっちゃうんだ、どうかな。影響力使っちゃうんだ。どっちがいいんだろうな。でもやっぱり、こっちに拡大していくのいいよね。誰も通らないだろうしね。しかもちゃんとこれ見ないとね。資源あるんだよね。ん？アノマリーだね。研究する対象物がリラムの2にあるってことか。失敗リスクが 20%。多分ね、船にも影響を与える可能性がある。ちょっと待って。調査中。じゃあ。どうなった？何もしてないぞ。ちょっと待って。我々の調査船がリラム2の地表をスキャンしたところ、何か異常なものを見つけたことがはっきりした。この天体の組成と歴史はさらなる資源をもたらしており、我々は積極的に採取すべきだ。新しい惑星を調査する際、今回のようなイレギュラーな事態に遭遇することは多いだろう。そういったことが帝国の拡張に及ぼす影響は過小評価すべきではない。はい。で、どうすればいいんでしょうか。別の科学者にやられてる。でも別の科学者もいっぱいだもんね、手が。研究します。で、ちょっと見に行く？何を見つけたの？おいしょ。これ？リラム2って言ったよね。大規模な衛星系。鉱物だ。10%。そうか、そうか。ちょっと向こうに拠点を作るの待とうか。っていうのは、そんなバンバン、拠点いっぱい作れないので、どこがいいか。隣接するね、システムで最も拠点にするにはどこがいいのかっていうのをね、吟味しながらね、決めていきたいから。そして、ようやく、ソジャーナね。スジャータみたいですけど、ソジャーナのためのね、人を雇用できるよ、と。誰をやればいいの？放浪者。調査速度が 25%、これすごい向いてんじゃん。スキル。みんな低いね。これ3人しか選べないんだ。統治学。研究速度が速いね。研究速度、物理系がいいよ。この人いいですよね。ブラタメッシュ。ブラタメッシュは多分調査船のために生まれてきたような科学者。よし。そしたら、ブラタメッシュを乗っけまして、長らくね、お待たせしていた、ソジャーナを、こっちですよね。やると。で、これはだいぶ寝ちゃってるけど、しょうがないよね。多少は、しょうがないもんね。さあ、どんどん。あと1機ぐらい正直欲しいんだ。ガンガンやりたいんだけどね。そんなこともダメなのかな？まあ、こっち弱小ですからね。うん。そんなすごい難しい難易度でやってるわけではないけどって、これなんだろう？あれ？ファッと見えたよ、これ。なんでこれ見えんの？なんだろうね。名前が載ってるところがあるね。星雲はセンサーを遮る。センサーで他星系から、星雲内から他星系の感染などを探知することはできないよって。わかりません。おっと。お？意外？有機生命体の意外っていうの？古代の異星人の凍りついた意外がほぼ数千体、リアム5の近くで発見された。意外には、10以上の種族が混じる。すごいね、これ。10以上の種族が混じっており、その年代は、予備調査の結果によれば、およそ60万年前。すごい前。銀河のこの地域で、機械、知性、サイブレックスが、ボーイを振るっていたことの同時期だ。ロングアップデイテッドということで、もうちょっと待ってよ。メヒタがリーダーシップ上げたね。おー、ちょっとこれ近づいたんじゃないの？サイプレックス。すべてを地図上に表示。こんなことができんの？どういうこと？むむここしかないんだけど。まあいいや。バーナード。これは何のマークだろう？お、なんか住める惑星があるんじゃないの？違うのかな？ 3 あるよって、これ何なんだ？ 3 って。地球マークの3がある。これだ。社会研究が3あるんだ。へえ。うん。大丈夫かな？みんな頑張ってる？ちょっと見てみようか。ここは研究の方向なんだね。例えばこれ。資源は、これね。3。すごいね。お、またアノマリだ。リラム。いろいろとあるね。もう一回研究してもらおう。さあ、こちらも、優秀なね、方がいるからね。ブラタメッシュね。ブラタメッシュがいるから。よし、いいね。で、お金はぼちぼち。やっぱり鉱物がね、多くなってきたね。お金もちょっと増やしたいな。誰のサーベイだ？バーナードが完全に調査された。リアムはまだか。そうだよね。これまだアノマリーをね、やってるね。バーナード早いな。じゃあ、ソジャーナ。次行こうか、ソジャーナ。本当はこっちのがなんか、いろいろ怪しそうだけど、面白そうだけどね。こう行こうか。こう行こうか。こういう感じで、ここ一周は少なくともやろうか。この一周はね。この半径、こんぐらいは。ガーッと。ちょうどね、他の種族も同じように、このエクスプローラーしてるだろうから、うん、ぶち当たるんじゃないの？早々に、遅かれ早かれ。お、古代のサイブレックスの基地。不毛な星、リアム、LA っていうの ?1A かな？いや、かつて、大規模なサイブレックス基地があったようだ。散乱したデブリや大きなクレーターを除けば、今は何も残っていない。詳細を知るには、基地のあった場所をより注意深く調べる必要がある。Long updated. どこ？ここ？これだ。調べようよ。ねえ、ちょっと待ってね。調べよう？え、移動？現在の科学者。科学者のスキルが5以上必要。一隻の調査船が軌道上に必要。科学者のスキル。科学者でしょ？科学者のスキル、5以上ないよ、みんな。じゃ、これちょっと後回しか。よいしょ。これは？これも5以上か。うん。なんか、サイブレックス、すごいね。すごい謎ですね、サイブレックスは。さあ、どうしよう。One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. お、植民の可能性を探り当てたよ。シリウスだ。ここが住めそうだってことだね。シリウスがとにかく住めそうだって言うんですよ。で、さらに住めそうなのがここかな？移住可能。わ、すごいね。移住性が 90%。地球は何%？やっぱり 100% なのかな？ちょっと見てみようか。バーナード。間違った。よいしょ。地球、100% か。地球以上なとこっていうのは当然なかなかないよっていう中で、それでも 90% のところがあったよっていうのがこのシリウス3だ。入植したいね。ただコロニー船を持ってこなきゃいけないんだけど、コロニー船は国内、ね、国境内しか動けないはずだから、よかったね、待ってて。だから、こっからバーナードやって、ここに宇宙船あれを作ればね。これで建設船で、これですね、宇宙基地だ。100。いっぱい貯めといてよかった。100を使って、バーナードやって、シリウスやれば、ここにも人類をね、住まわせることができると。で、そのメリットは何かっていうと、ここが攻撃されてもね、私はゲームオーバーじゃないです。なぜなら、人類はここにいるからですね。そういうことでやっていきましょうか。よし、影響力と、鉱物使ってバーナードを自分の星にします。自分の領地にします。ね。で、リラム、調査中ですね。謎の多いリラム。すごいなんか資源がある。で、こうやって見る。そういうことだよね。ここもまあ、あるっちゃあるよね。うん。早めにこれ取りたいね。よし。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。この続きが見たいという方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。